佐藤一郎8月28日から1958年4月14日は日本の海軍軍人歴史家。最終階級は海軍中将。共に内閣総理大臣を務めた岸信介、佐藤栄作の実刑であり、安倍晋三、岸忍の王子にあたる。山口県熊毛郡田伏町に父、佐藤秀助、母、もう世の長男として生まれた。 東京府立第四中学校を経て、海軍兵学校36期、海軍大学校18期において、在学中はほぼ満点に近い成績を残したため、堀帝吉と共に、海軍始まって以来の秀才と称される。1920年より、フランス駐在、1923年軍令部参謀、1927年のジュネーブ海軍軍縮会議には、 日本海軍を代表して参加する。同年には、連合艦隊主席参謀、翌年には、ながら艦長、翌年再び軍令部参謀、1929年、国際連盟常設軍事諮問委員会に、帝国海軍代表、ロンドン軍縮会議全県委員随員、1932年海軍省、教育局第一課長と順調に昇進、国際派で、軍令部勤務が長かった。 海軍大学校教頭を経て、1938年には海軍中将、旅順陽光部司令官となるが、翌年軍令部出資の後、身体が弱かったこともあり、1940年に予備役に編入された。常述のように稀に見る秀才だったとされるが、後に政界で活躍する弟二人と比較して、政治との関わりは薄く、海軍では軍令畑を長く務め、 中条で現役を去った。自身、東大の優等生であった、岸信介は、頭の良さから言うと、兄の一郎、私、弟の栄作の順だが、政治力から言うと栄作、私、一郎と逆になると述べている。君一等旭日大受賞。引退後の1943年に、海軍五十年史を執筆した。なお、一郎の没後に、妻、玉と息子、 新太郎が佐藤一郎軍縮会議会総録その生涯を表している。この本は佐藤一郎が参加した1927年のジュネーブ海軍軍縮会議、1930年のロンドン軍縮会議の2つの覚書をもとにした回総録である。さらに2001年新太郎の編による父佐藤一郎が書き残した軍縮会議記録が 文芸社から出版された。長女は、後田礼作りの次男で、東北大学名誉教授の後田賢治と結婚した。昭和天皇、秋人上皇、明治天皇大正天皇、三笠宮高人親皇、友人親皇、秋子女王、麻生高吉、陽子女王、信子、麻生太郎、和子、吉田茂、桜子、吉田幸一日、 吉田博士、佐和、広子、佐藤松助、雅子、佐藤信隆、佐藤新立佐藤信弘佐藤信彦、佐藤博士づ後田霊蔵後田賢治、佐藤作造、もよ、安倍晋太郎、安倍晋造、佐藤一郎、新太郎、岸忍、岸秀介佐藤信介陽子、佐藤龍太郎、 佐藤英治、騎士三、佐藤栄作、佐藤真治、騎士信正良子、ありがとうございます。